ウィリアム・ピーター・ブラッティウィリアム・ピーター・ブラッティは、アメリカ合衆国の作家、脚本家、エクソシストの成功により、ホラー作家とされることが多いが、初期にはコメディ作品の脚本も手がけていた。1928年、ニューヨークにて、レバノン人の両親の間に生まれる。3歳の頃、父親が家を出る。熱心なカトリック信者であった母親のもとに育ち、奨学金を得て、 カトリック教会の修道会であるイエズス会が運営する私立学校で学ぶ。1946年にこの学校を卒業し、イエズス会の大学であるワシントン DC のジョージタウン大学に進学する。ジョージタウン大学在学中に映画エクソシストの元となるメリーランド悪魔憑依事件の話を知る。ジョージタウン大学を卒業後、同じく、 ワシントン DC にあるジョージ・ワシントン大学で英文学の修士号を得る。1960年代に脚本家としてデビュー、地上最大の脱出作戦、暗闇でドッキリなどのコメディ作品を手掛ける。1971年にメリーランド悪魔憑依事件をもとにした小説エクソシストを出版。ベストセラーとなる。同時期に映画家券が売れたため。 脚本の制作にかかる。1973年映画、エクソシスト公開、映画の方も、ホラー映画の金字塔と呼ばれるほどの人気を得る。1980年に映画、トゥインクルトゥインクルキラーカーンで監督デビュー、ゴールデングローブ賞脚本賞を受賞した。1990年には、エクソシスト3の制作、脚本、監督も務めた。 2017年1月12日に成去。89歳坊津。ありがとうございます。